待ってました。こうやって。ずかずか。目玉やね。これ出たこれ。セルブラいかこの番組は、オッケーかし？あ、オッケーですね。オッケーです。急に声でかくなるんで気をつけてくださいね。はい。再生あるね。どうですかこの画角めっちゃ良くないですか？めっちゃいいっす。すでにやってましたみたいな。やってました。あ、いいですね、いいですね。ノリノリでやっていきたいと思いますが。ということで、毎月リム講師のデスノリさんも本でございます。今日はですね、なんと、スペシャルゲスト、ステメレイツのカナチさんに、お越しいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。念願の念願マジっすかずっと見てました。やった今日本で一番勢いのあるというどこから聞いた僕調べ。ああ嬉しい嬉しい。めちゃめちゃって飛ぶ鳥をね落とす勢いで活躍されておりますが、はい、ステミレイツとはとは、はい、ガールズバンド。そうです。はい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 、はい、6人組ガールズバンド。はい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 。 YouTuber。そうなんですよね。はい、やらせてもらってます。まあ、めっちゃ皆さんご存知だと思うんですけど。ああ、はい。今何人いるんですかと思いました。50万人。やばすぎ。やばすぎです。嬉しい限りなんでございますけれどもですね、ハイパーなゲストを迎えしてお送りしたいと思いますが、まあ、その、スティムレイツ。はい。もしかしたら、ご存知ない方も。うん。もしかしたらいるかもしれない。確かに。いないと思うけど。うん。ほとんど。いないでほしい。そうなんですよ。うん。なので、その、紹介も兼ねて。はい。そうなんです。リアクション動画やっていきたいと思います。よっと。これも念願。やったー。そうなんですか。そっか、見ててくれてるから。ずっと見てたんで、はい。嬉しいです。ありがとうございます。本当に夢のよう。まあそれこそ、まあなんでお越しいただいたかっていうと、はい。まあスティムレイツガールズバンドなんですけれども、うん、デスボイスとかあるんですよね。あります。あるのよ。あるんです。結構ちゃんとあるんですよね。めっちゃあります。で、デスボイスを担当されてる。ですよね。はい。そうなんですよね。デスボだけじゃないですけどね。そうなんですよね。煽り煽り、うん、ラップ、デスボ、ハモリ。あー、なるほど。はい。声回りをいろいろ忙しく、こう、わちゃわちゃと担当されている悲しさ。うるさいやつです。そういうことですよね。はい、うるさめのところ全部やるみたいな。そうです、そうです。感じの悲しさ。はい。なので、もうそこのパート、僕のチャンネルにドンピシャなんで、お越しいただいたっていうのとね、はい。っていうのがありますので、動画拝見しながら、わーわー言っていきたいなと。はい、思っておりますんで、ぜひ最後までご覧くださいと。ということでですね、このチャンネルでは、日々発生関係のお話とか、ボイトレ関係のお話とか、今日みたいなリアクション動画とかアップロードしますんで、まだチャンネル登録お済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。じゃあ行っちゃいましょう。さあ、では。はい。見ていきますけれども。はい。ゼップですね。ゼップ横浜ですね。8月4日に、まあ。ゼップよ。ステミレイツ復活祭としてやらせていただきました。新メンバーさんなんですよ。はい、そうです。そうなんですよね。2代目新メンバー。そういうことですよね。そうなんですよ。そうで、前任の方から僕がデスボイスのレッスンを実は担当させていただいてるとかありつつ、はい、それもありつつで今日お越しいただいているっていうのがあります、うん、はい、これだから一発目。一発目ですね。一発目のニゼップ。はい、やばいですね。デスボ披露も一発目。こんなみんなの前でしたことない。そんなことないのよ。カラオケで一人こもって、もう、だけなんで、こんな初めてです。そんな人生ないのよ。煽りも初めてだし、ハモリも。あ、そうなんですか。うん、いや、だから、いろんなこう、いろんな気持ちが詰まってるであろう。やばいっす。ライブ映像ね、はい、見ていきたいと思うんですけど、じゃあ、行っちゃいましょうか。はい。早速ですけどね。行きましょう。ほい。そうなんですよね。ピアノ怪しいんですよね。そうこの曲ね。そう来た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 。もう来た、もう来た、もう来た、もう来た。もう来た。足掛けてる。もうね。うわ、怖い。これ私。確かに確かに。なんか、そう。ね、見て、ご覧いただいて分かると思うんですけど、うん、今日この感じ。なんかこう、横浜中華街にいそうな感じの、うん、こんな感じですよね。そう、シェイシェイ。シェイシェイな感じの、可愛らしい感じの、この佇まいなんですけど。そう。何これ。何これ何これ。あ、もう、ライブしよう。こっち YouTube しよう。そういうことですよね。はい。寄せ行きのやつ。そうそうそう。そうそうそう。これこれなんか、意識したんですか、メイク。意識、まあしましたね。シムのまあさんいらっしゃるじゃないですか。大好きで。あ、一緒大好き。大好きで。大好きですよね。ラブチですよね。ラブチなんで。わかる。まあ、そういう、まあ、まーさんから影響されてこういうのを始めたっていうのもあって。うん、一緒。はい、まあ、そうですよね。大体そうですよね。はい、一緒です。で、まあ、まあ、ちょっと違うくしてるんですけど、片目がちょっと短いんですよ。あれ？垂れてる部分が。アシンメトリーなの？はい、アシンメトリーにしてるんですけども、ほぼまーさん。
え、めっちゃこだわり話してるんですか？ジェネリック、ジェネリック。はい、私、可愛いって思われたくないんですよ。そんないる？いや、なんか、まあ、バンドですからね。そう、アイドルだって。アイドルとかではないです。思われたくなくて。はいはいはい、はい。絶対に思われたくない。じゃあバンドだ。はい。楽器持ってないし。ああ、そうか、そうか。一番アイドルだと思われるポジションだから。なるほど。めっちゃ嫌だと思って。あ、そういうことか。これにしました。アイドルって文字が来たらこれガーンっつってやりたい、やりたい、やめろやめろ、そういうことですよね。そうそう、確かにこれだったら寄ってこないですもん、寄ってこないです、その文字がね、怖いって思った。そうそうそう。その感じでね、入っておりますけれどもね、足かけてね、はい、あ、ラップだ、ラップです。ちゃんとラップっすね。あ、めっちゃラップです。ちゃんとラップっすね。韻も踏んでて、韻も踏んでるし、あのニュアンス、うんうんうん、みたいな、はい、ニュアンスもなんか入れてて、でもこれ全部私がやったんですよ、このアレンジといい、はい、歌詞といい、はいはいはい、全部私が、あ、そうなんですか、はい、もう音源だけ渡されて、これにじゃあラップはめてください。で、私ラップやったことないんですよ。あ、なるほど。マジで未経験で、もう本当にレックの時に、なるほどね、いろんな試し歌いしながらニュアンス決めてって、いや、めっちゃかっこいいなと思ってて、そう、最終的にはめっちゃいいまとまりになってる。そういうことですよね、はい、そういうことですよね。ジョーバチ好きですか？ああ、聞きますね。なるほど、ジョーバチっぽいなと思いました。あ、確かに確かに、そのニュアンスとか、うん、ふわりの感じとか、ジョーバチ、ちゃんみなみたいな、はい、なるほど、感じ、いっぱいいろんな音楽聞く人なんで、はい、聞きます、いろんなエッセンスをこう、はい、いいですね、交えながら、あの新メンバーさんゆえのその良さみたいなエッセンスがより加わっていきそうで、今後の楽しみを予感させる始まりでございますけどもね、はい、あー来ました。びっくりした。じゃあもう一回行きましょう。これいきなりあの来た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 ね。大活躍。かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいいっすね。これよしが頭振ってる。あ、振ってますね。お、いいよ。うまいです。ジッケさん。ジッケうまいですよ、本当。うまいのよ。めっちゃうまいです。うまいのよ、歌が。私歌えないです、こんなの。高い高い。高いんですよね。高い高い。まだここはちょっとおとなしいですけど、うん。まあ後でね、流れますが、サビとか鬼なんで。うん、鬼です。はい。鬼ですよね。はい。そうなんですよね。最高達人で裏鬼ぐらい。いや、そう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 。本当に裏鬼ですよね。こっち、はい、もうめっちゃ叩かないと出てこないやつですよね。そう。わかりますわかります。本当にやばい。そうですよね。このコントラストというか、ツインボーカルなんだよな。そうですね。ね。はい。めちゃめちゃ重い。重い。ヘビー。はい。ちゃんと重たいんですよ。重い。マジで。いい、かっこいい。あれはいい。マジでいいやろ。あいつね、振りもいいな。かっこいい、かっこいい。かっこいい、なんか。急にやばいっすよね、えっつって降臨した感ありますよね。あ、いい表現っすね。まとってますよね。はい、あの雪っぺにこう、うん、スポットライトが当たるんですよ。わかる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 。降臨したって隣で思ってます。こうやってやりながら、おー、いいなと思って。そうですよね、はい、え、この曲のなんかテーマみたいなのあるんですか？これテーマ、そのアンチに対する思ってることを、うん、まあもうただ書いてる。そういうことね。まあその嫌なことがあったら、うん、まあこういうことこの曲聴いてほしいなみたいな感じ。あ、そういうことですか、はい、あ、いいですね、うん、そういうメッセージ性もあるんだな。はい、じゃあこの部分の歌詞とかは、ゆきっぺが。そういうことか、はい、あ、素敵。そう、なんかそれぞれの思いが込められてる。そうなんです、そうなんです。着目してください皆さん、それとも、はい、作品としてね、大事です。すげえよこのサビ。次のこの頭ね、これやばくない、やばくないですか。いいっすね、めっちゃかっこいい。あー、あ、いい、いい、かっこいい、めちゃめちゃいいよ。いいの、あ、来た、ね、ロペスね、あ、来た、待ってましたね、待ってました、こうやってずかずか目立ちながらになって、お前、次、次っつって、そう、どけどけ。
柏ファンだ。そうそうそう。っていう感じでいきます。いや、そんぐらいじゃないと。はい。そうですね。フロントマンはそれじゃないといけない。そうですよね。だからね、新メンバーだからつって、こう、遠慮しちゃダメです。ダメです。ここでぶっ放さなきゃ。いやー、素晴らしい。心強いわ。それめっちゃ言われますね。いや、でも、いいっすね。いいっすね。そこの要になってるのは、まあ、なんか、言葉選びが間違ってたら申し訳ないですけど、ちょっと男らしいというか。あ、もうめっちゃ言われますよ。いや、はい。普段から言われますよ、つって。はい。男ですもん。いや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 、大嘘つくよ、急に。男です。いいですね、このね。俺の、つって。来るよ。はい、来た。あ、いいっすね。あ、いいっすね。2番ね。おお。なんかニュアンスが変わって。ちょっと。そうですよね。重て。重いですよ。サウンド重たいですよね。このギターのそうもう、海外みたいな。確かに、そう体の下半分にこう、そうなんですよ、入ってきますよね。語源ベースだしそうなんですよ。あの、なんていうんですかね、ちゃんと一個一個コアなんですよね。そうなんですよね。ね、結構、うん、そうかも。なんか色物じゃないというか、うん、結構しっかり、そうなんですよ、やらせてもらってます。だからYouTuber っていう面もあるから、うん、みんななんかその色物でしょみたいな、まあ、思う人もいるかもしれないんだけれども、うん、それはね、うん、ちょっと覆す曲になってるんじゃないかな。いや、めちゃめちゃいいっすよね、はい、いやマジでなんかサウンドとしてね、ちゃんとしとるんだよ、かっこいい。はい、来た。怖いよこれ出た、これセーブラーいかこれやりたいっすよ。いや、もうやりたい。これは憧れますよ。セーブブレス、あの、黙ってろっていつかこれもやってほしいっすね。やりたいっすね。やってほしいですね、これね。まあ、いつかね、いつか見れる時は、ね、信じておりますけども、うん、いいですね、このね、ここね、うめ、そうなんですよね、はい、忙しいっすね。忙しいです。めちゃくちゃ切り替えが難しいし、確かにこれはあれなんですか、割とあのかなちさんの中では高いシャウトって感じ。そうですね、うんうんうん、まあミドルかのちょっと上ぐらい。そうですよね、ミドルとハイの間ぐらいの感じ、はい、この辺が一番得意なんですか。そうですね。ああ、なるほどなるほど、うん、あのこのチャンネル一応ボイトルチャンネルなんですけど。あ、はいはいはい、そうですね見てますからさあ、ありがとうございます。あれです、はい、一応なんかそのボイトル的な話で言うと、はい、なんかシャウトするときに気をつけてることがあるんですか。シャウトするとき気をつけてること、何でもいい、メンタルでもいいし、なんかすごいざっくりでもいいし。日和らない。あー、わかる大事ですよね。はい、なんか日和った方が落とし、もちろんしょぼくなることはもちろん、はい、その喉のダメージも増えません。あ、増えますね。なんか意外とね、思いっきり自分がやりたいように出す方が喉いかれないかなって思ってます。いいっすね。いや、マジそうですよね。はい、感覚的にはわかります、うん、なんかその出したい音があるとしたら、あの、まあ言い換えるとちゃんとこう息を吐くじゃないけど、はい、ちゃんと大きい声出すじゃないですけど、うん、はい、の方が意外と喉的にはヘルシーだったりしますよね、はい、そうですね。ですよね、はい、だからなんか喉痛いの怖いなと思って、うん、ヒューってなっちゃう方が喉に良くないですよね。シーダサい。辛辣。シーダサい。そこのが大事ですね、むしろ。はい。いや、じゃあこの時も思い切ってね、やってるわけですね。そうです。私が主人公だっていう気持ちでやってる。あ、大事っすね。はい。めっちゃわかりますね。ちゃんとツーバスなんだよな。各パート難しい。そうなんですよ。ね、難しい。かっこいい。高い。伸びやか。いいな。うん。いや、いい。めちゃめちゃいい。全員乗るんですよ。いい。私台に聞かせて。
あ、もう、もちろん拳上がりますよ、そりゃ上げなくなるもん、これ邪悪。あ、ちょっとローに、はい、落として入っていきましたね、はい、なんかユキッペさんって、はい、母音ちゃんとしてますよね。そうですね、確かに聞きやすいですよね。聞きやすい、聞きやすい入りやすい、入りやすい、うん、めっちゃわかりますね、うん、超聞き取れますね、はい、歌詞が。そうなんですよ、まっすぐっすよね。まっすぐ、なんか無駄な癖がないっていうか。あ、そう、もう本当にわかる、わかる、ボカロっていうぐらい確かにスーンって入ってくる。多分そういう血も入ってますもんね。あ、なんか好き、好きですもんね、はい、そうですよね、わ、うんうん、かるわかる。あのヒューマンボカロというか、そういい意味でね、もちろん格ついてるわけじゃないんですけど、うんうん、カナさんいろいろあのボーカルとかされてるし、うんうん、なんならあの音楽の専門とか出てるぐらいの、はい、ちゃんと音楽されてる方なんで、うん、あのもともとねシンガーソングライターとかもね、あ、やってました、はい、だから普通に平歌とかも詳しいじゃないですか。の方が詳しい、なんならねなんならね、はい、そうですよね、そうですよね、はい、だからそれで言うと、うの母音とか、うん、いの母音とかって、この口腔内ですね、この口の中とか、で、比例してその、喉の中とかが狭くなりやすいんで、はい、潰れてしまいやすいじゃないですか。私も苦手です。そうですね。あ、おが得意です。そうね。はい。そうなんですよ、ね。大体日本人は多分そうかもしれない。日本人はそう。めっちゃさすが。あ、習ってるわ。頭いいんで。あははは音楽だけ。字が強えなね、だから難しいですから、うん、でもなんかこう、うーで伸ばしてるけど、その空間が潰れる感じが全然ないんで、そう。スンって入ってますね。そうなんですよ。めっちゃ聞きやすい。からの、結構やっぱ、カナシさんのシャウトが、結構、ジャリジャリしてる感じの、ジャリジャリ、あ、確かに。それこそこう、悪魔化感があるというか、はい、なんか本当、それこそね、さっき話に出てきたけど、まーさんとかも、うん、まあ、そっちのサウンドっていうか、うん、グツグツマグマ系だと思うんですけど、はい、まあ、そういう感じだから、その対比がいいですよね、なんかね。はいはい、確かに。すごくね。ここがそれ結構見えていいシーンですよね。確かに。ここね、ほら。ジャーク。自分みたい。で、こっちにこう、降臨するっていう。かっこいい。今のにね。うん、あ、かっこいい、かっこいい、かっこいいよ。で、ピアノ締めですね。ピアノ締め、起承転結がちゃんとしとる。あ、いいね、あ、いい、かっこいい、あ、かっこいい、素晴らしいじゃないですか。よかった。これ新曲なんですよね。新曲です。新曲なんですよ。そう、冒頭にめっちゃ言わせれた。これ新曲なんですね。実は、はい。出たばっかの。出たばっかこの1ヶ月。1ヶ月前ぐらいか。そうですよね、はい。アンチメンタルという曲でしたけれども。はい。緊張してなさそうですね。はい。もう、この日を楽しみにしてたんで、私は。へー、なるほど、はい。この音楽人生の中で、うん、ゼップに立つっていうのは、うん、結構こう、第一段階の目標みたいな。もう、志高いですね。いいですね。はい、あって、はいはいはい、やっぱ一握りしか出れない場所。そうですね。だし。みんなが目指しますから。はい。うん、でも、立てるってことは、うん、もうなんか、頑張んないとなっていう。確かに。気持ちにやっぱなって。あ、いいです、ね。頑張ろうみたいな。あ、そこはもうなんか、それこそ、その男らしい性格が出てるというか。あ、そうですね。負けん気強いっていうか。あ、負けん気強いし。うん、それこそひよってないですよね。あ、ひよんないですね。もう、絶望壊しに行ってますもんね。はい。いやー、壊したかったなー。壊したかったなー。ちょっとまだ残存してますね。はい。ひびも入ってなかった。つえな、絶望強いわ。強かったなー。耐震砲がしっかりしてますね。ちゃんと作られてますね。悔しい。で、まあ次はね。そう。ぶち壊す勢いでね。そうですよ。やってもらえばと思うんですけれど。はい。サンガスミリさんまだあのツアー控えてるということですね。はい、ツアーがあります。お、いつですか。いいですか、告知。もちろんですよ、もちろんですよ。8月6日から、静岡のサンドシャワー、あ、10月6日から、はいはいはい、静岡のサンドシャワーアーク清水さんにて、はい、ツアーが開始します。やったー。まあその他にもね、たくさん、もうちょいよ、はい、あの来年まで続いてるんで。そうですよね。はい、そうですよ。ぜひお越しいただいてたら、行くらしいですから、うん。そうですね。たくさん京都とか名古屋とか、あ、いいですね、行くので、あ、いいです、ね。あの、もし私のレッスンを聞きたいなって思ってくれたら来てください。もう行きましょう皆さん。これはね、スミリスの患者さんをお迎えして、今日リアクションの動画、お送りしてまいりました。今日の動画いいなと思ったら、ぜひグッドボタンとあとチャンネル登録まだお済みでない方はぜひチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あのスミリスのチャンネルはですね、概要欄に貼ってますんで、そちらもチェックよろしくお願いします。っていう感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。バイバーイ。